ただきます。うまそう。もうお正月に買ってあった野菜全部入れたからね。体温まるね。うん、うん、朝お味噌汁だね。なんか精進料理みたいだけどいいよね、十分だよ。具沢山だからね。まあ普通具沢山だからね。鮭かなんかさ、うん、いやでもね、それを上回るね、この乾燥野菜の味噌汁はね、うん、うまいよ、うまい、うまい、うん、まあ手抜きって言えば手抜きだけどね。いやいやいや、だって干すところからやったら手間かかってるからね、うん、いや美味しいよ、本当に。結構歯ごたえ。白菜がまたシャキシャキしてて美味しい。これお母さんがいた。お母さん美味しいよね。うん、でもほら白菜丸ごと買いに一緒に行ったのは私。うん、昔暮れになるとさ、実家のこう縁側にこう4つに切った白菜が干してあるんでね、うん、それがこう暮れの我が家の風物詩っていうかね、まあそういう家庭も少なくなったよね、だからね、うん、縁側がないからね、うん、thank you.
この皮が美味しいんだよね。このおソースは、この皮が美味しいんだよ。昔さ、子供の頃さ、うん、お袋がこう肉まんとあんまんを交互に買ってくる。うん、子供だからあんまんはあんまんでちゃんと印があるんだけど、子供って分かんないじゃない、うん、とりあえず取ってさ、あんまんだと結構ショック。戻したとか。戻しやすい。取ったからには食べるんだけど、あんまんは赤い、そうそうそう、赤い印、印がついて、昔はついてなかったな。昔皮だけ売ってたんだよ。本当？うん。皮だけ食べるの？うん。大好き。これ経木っていうの？今時こう経木をの上にね。ないよね。ないよね、なかなかね。昔はこう何でも経木だったんだよ。